皆さんね、ついにラボ作品コン、あ、じゃあ、ラボ作品、あ、じゃあ、トイコンのガレージじゃねえや、トイコンの前奏、もう神々やな。ドライブキットが出ましたんでやっていきたいと思いますけどね。すいません、ラボ作品コンテストってつい言っちゃったのは、実はラボ作品コンテストに受賞しちゃったんですよね。受賞。銀賞ゲットしちゃったんですよね。その動画撮ってたらちょっとラボ作品コンテストって言いがちになっちゃいましたね。わざとじゃないですよ。すいません。じゃあ今からこれ初見のやっていきたいと思います。作るわかる。作る遊ぶわかるっていう風に1個のトイコンごとにやってってたんですよね、前回。それを今動画で確認してきましたんで、同じ撮り方をしていきたいと思いますけれどもね。もう知ってるけどね、やんなあかんねんな。これ結構眠かった記憶があるねんって問題とか出されて。でもやってき、なんか久しぶりで楽しみ。Hello, Nintendo World。あ、Nintendo、Hello World と混ざってしまってるし、Nintendo、スーパー Nintendo World とも混ざってしまってるし。あ、懐かしい。これね、ボタンを離すと動画が止まるよ。進めよう。なんか、これなんか押すと早くなる。あ、LR 押すと早くなるんでしたね。行きましょう。回すか。もう行ってって言ったけど、ちょっと忘れてる操作が、ZR を押しながら、ああ、忘れてる操作があるんで、だいぶ嬉しいね、もう一回やっても。ちょっと後で話すんやけど、あれ？ LR を押しながらこうか。なるほど。スイッチのトイコンがあそこにあるのがいいね。X で戻ると。で、A ボタンで進むと。OK！ ちょっとね、僕思うし、話したいんですけれども、ラボ作品コンテストの発表って今日動画にしたんですけど、昨日あったんですよ。ラボ作品コンテスト第1回ラボ作品の結果が。で、今日から新しく14日、これが出たじゃないですか。そしてまた1からこれ始めていくというところで、今日は Nintendo Direct の発表もあって、いろんなゲームが紹介されたし、第2ステージですよね、ラボも。だから今までやってない人もさ、うわ、すげえしんどきた。やるべきやと思いますよ。今までラボやってなかった人も、多分ラボ作品コンテストはもう一回来年とかあるんじゃない？だからその勢いでこれも出てるし、そのちょうど区切りとして昨日発表やったっぽいから、アクセルだけでこれ60分から90分かかるやん。だから第2章、今までやってなかった人も新規でやっていきましょうっていうことも含まれてると思うから、絶対ラボ作品コンテストは2回目もあるでしょう。1回目であんなにすげえの作ってた人たちがいるのに、どうやって勝てるんかがわからないけど、でも今からでも遅くねえし、やりましょうっていうことでね。まあ、大体ね、今回のラボ作品コンテストはどんなのが作ればいいかわからんかったんですけど、もし次回があったら、なんとなくその指標はもうできてるわけなんで、そこを頑張ってやっていきたいな、頑張ってやっていきたいんじゃないですか。まだやってない人がいたらね、動画見てる人で僕はスプラトゥーンしかやってないよっていう人がいたら、ぜひやってみてほしいなとは思うっていう、番宣ですね、僕の。急になんで俺が番宣してるのかわかんないですけど、銀賞受賞者として、ちょっと言わせていただきたいなと思いますけどね。でも、任天堂ダイレクトも14日に発表されて、今日はね、発表されて、これも出て大変なんですけど、いっぱいやるもんあるんですよね。今回発表されたゲームもすげえあるし、しずえも参戦したし、みたいなところで、めっちゃゲームやらなあかんで、今のうちにドライブキットやっといた方がいいんじゃないかなと思います。そしてドライブキット自体もめっちゃゲーム性があるようになってるはずなんで、今日は全説明書を見て、ドライブだけ、でもドライブだけなんて、ハンドル、車トイコンだけなんてできるゲームあったっけ？ないよね。でもこのアクセルだけのゲームはあったじゃないですか。あれだけってできるんかな？あれ面白いですよね。アクセルだけのゲームは面白いですよねって、面白そうですよね。でも、本編は飛行機も、何やったっけこれ。潜水艦もないとわかんのかな。今箱が横にあるんやけど、飛行機が一番簡単に作れるっていうね、アクセルよりも。なんだそれって。鍵トイコンはちょっと簡単なんですけれども、鍵トイコンよりも、ちょっと難しいぐらいが飛行機トイコンっていうね。飛行機ともあろうものが、操縦キットは簡単っていうね、感じになってるみたいです。でも全部時間、これちょっと横に書いてある時間がさ、箱の横に書いてある時間よりは俺絶対早くできるやろうって思ってるんですけど、ロボットトイコンではできなかったんですよね。例えば60分から90分って書いてあったら、60分で終わるやろう、むしろ50分と思ってたらできなかったんですよね。90分かかりました。だからこれに変えたら通りすると、ちょっと待って、20とさ、6、4、20、5時間以上かかるんで、これだけで夜中になっちゃうんです。今6時半、これだけで夜中になっちゃうんですよ、全部作ろうとすると。だから一旦これ全部説明書を読んで、
アクセルトイコンの、アクセルトイコンっていうかこれ、アクセルトイコンのゲームだけやって寝て明日全部作って明日行くか。これ今喋ってて思ったんやけどさ、なんかフラゲーとかの動画出すのってなんか人気あるけど面白ないやん。なんか結局早いもんやった勝ちみたいな焦りがあるけど、ワンクッション段ボール作らないとフラゲーできないっていうね。オーバークック2ちょっとフラゲーだったんですよ僕。ダウンロードが夜中にできたから、だから買うよりも早いんですよね、ダウンロードのが。でも、このラボだけに関しては、今日朝めっちゃ早く届いたよ。前任天堂ストアで買ったら。めっちゃ朝早く届いたんやけど、作り始めるのは結局今になっちゃったんですけども、ラボ作品コンテストが受賞したからね、なんですけど、作ってからじゃないと、このスタートに立てないじゃないですか、ゲーム動画としては。そこがいいよね。なんか夜中起きててとか海外のやつみたいなのでフラゲーした動画が人気出るよりは、作るっていうワンクッションの敷居があった方がやっぱり面白いよねっていう面でも、任天堂ラボはやっぱり面白いやん。期待がまだまだ、その4月で一回ちょっと飽きたものの、まだまだこう面白さが出てきてっていうか、こだわってるなー今頃これについて喋るけど、アクセルめちゃくちゃ時間かかるのなんなんと思ったら、すごいガッチリ作られてるんやわ、ちゃんと。何で動くんやろ、これリモコンの傾きセンサーで動くんかな。あと紐とか、紐トイコンとか、紐トイコンじゃない、紐とかかな。わかんないですけど、見ていきたいと思います。これ確かさ、この説明動画ってさ、ずーっとこうやってやって30分とか1時間の動画を何個も出した記憶があるんですっていうか、さっき見たらそうだったんですけど、その間に眠い眠いって言ってるんですよ俺。眠かったんでしょうね。今日はどうやろう、眠くならんうちに全部取り終えることができるのか、そして作ってすぐにできるのか、やってかなあかんねんけど、あさって結婚式とか、なんなんこの時期に結婚するの、もうそういうことですわ。これ聞いてたらごめんなさい、おめでとうございます。はい、聞いてるぐらいのやつやでさ、ちょっとおめでとうございます。ちょっとね、今この暇な時間に箱を読むとね、まだ 6歳からになってるんですね。保護者と一緒には6歳から、一人では10歳からになっておりまして、書き問いコンは15分から20分。あ、30分。倍かかるん、倍違うん。アクセルペダル問いコンっていうね、これ。アクセルペダル問いコンはできた。知らんかった。できたの。いつの間にか。ゴムで動いてるな、あそこ。オッケーオッケー。飛ぶんけ？これ飛ぶんけ？飛ぶんけ？あかんあかんあかん、これ準備してなかった。ちなみに今この色をつけてるから、この色が表示されてたりして、この色つけてるんですよ僕。あ、2って書いてある。え、これすげえ。俺今さ、2番1個目にかのコントロール、わちょっと感動で涙が止まらない。ごめん、涙じゃない、言葉が詰まるっていうかな。痛恨としてこのグレージョイコンを接続してるから、あそこ2個光ってる。実際も2個光ってるんですよ、今手元の見ると。すげえ、そこまで再現されてたら。4やったら4映ってるかな、あそこ。で、違う色やったら違う色。いや、それどうもでもいいけど、すげえところがちょっと垣間見えたぞ。これもやばいなぁ。そこら辺もテストしてるんかな、この色のジョイコンちゃんとこの色になるかとかテストしてたら、切りなくね、切りなくねえけ、ニンテンドーマリオクラブ。すごい、本当にすごい。そこまで感動したわ今俺。うわ、聞こえてる？ちょっと床の上ですごいことになってるけど、ジョイコンが。今読むと、鍵トイコン10分、15分から30分、このアクセルペダルトイコンっていうね、60分から90分、車トイコン150分から210分、潜水艦トイコン60分から120分、飛行機トイコン30分から60分、トイコンガレージアイディア次第ってことになってます。あ、ちょっと待って、始まってるやん。なんかちょっと待って、待って今箱見てた、ごめん。で、箱を見る限りそのような時間なんで、全部マックスで計算すると120分、330分、450分の610分、510分って何時間、8時間半やね。8時間半かかりますんで、全部作るの。ちょっとやっぱ今日だけでは無理やな。これ朝届いたとして、朝ずっとやってて、やっと今ぐらいから動画を撮り始められるんでしょうかね、みんなが。やるとしたら。本当にそっちの側のゲームをやるとしたら。それか、自分でもう最初から作ってる人がいたか、どっちかやと思うんだけど。これはだから、ロボットでもさ、2個目ないのに、
2個目自作したっちゃ俺。それなのにこれアクセル4つ自作するのきっつ。まあその前に4人は集まらないんですけどね、寂しい話はよしといて、あそこをやろうかな、ゲームとしては今日。あ、スロットか。でこっちも出て、ペダル鍵スプレー、わかる、ペダル鍵スプレー、何鍵スプレー、鍵スプレー関係ないやん。アクセルペダルのなんかなこれ。うわあったな、見て、やばい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 、見られてた誰懐かしい。これ罰あるんや、罰したらどうなる、戻るんかい、いつから、うん、あ懐かしいよ。なんかもう5ヶ月経つの、あなたと会って、作ると室長から、作ると室長出るかな、スマブラに。今日静江が発表されたけど、静江のことがちょっと知らないんであんまり嬉しくなかったんですけれどもね、ちょっとた、なんでしょう、うふん、うん、トイコン発明室4人目のメンバー、あ、なんかあったな、あったあったあった、学んじゃったな、うん、なんかここら辺がすごいなんか教育テレビ、今でいう E テレ、 E テレの初めての小学生プログラミングみたいなのにちょっとなんか見えてきますよね、うん、ちょっともちろんです。これで問題5問クリアしなあかんかったんじゃなかったっけ、だからきついんじゃなかったっけ、知ってるもんね。でももうこれね、前見た時は難しかったけど、今はもう知ってるもんね。だって今日、昨日受賞した人ですよ、僕は銀賞を。舐めてもらっちゃ困りますよ。間違えたらやり直しだったと思います、確かこれ。それはもうできませんよ、僕はちゃんとやりますよ。そして修理のコツやデコレーションや技も。いや、それはできんかってんて、俺。下手やったんて。デコが苦手やったってことに、改めてな。どうやって飛ばすよ、これ。あ、ちゃんとハンドルトイコンになってるやな。当たり前やけど。かっこいいか、あの星のマークあそこにつけて。まあそういう感じなんですね。トイコンすべてじゃ。トイコンのすべてじゃ。お？何が始まった今。何が始まったんやったっけ？ちゃんと読んでなかった。うわー、ここ行くんやったな。うわー、問題つら。あー、つら。やるか。アクセルペダルの仕組み。まず、え？うわうわうわ、むずい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 、ちょっと待って。あ、アクセルペダルの仕組み。これもコンプリートしていかなあかん感じになってるんですよね。スロットカーはどうだった？まだやってねえな。まだやってねえけど。これどういう順番で前通ってたっけ？これはね、なんかのゲームにこれあったなよね。面白いよねこれね。特殊なスロットってこのなんつうの、ハンドルしてレールに引かれたやつが磁石で走るようなコースがあって、あまりスピード出してると飛んでってまうみたいな、チョロ Q が、チョロ Q じゃないな、あれなんかミニカーが、ミニカーじゃないかな、うん、えペダルジョイコンに差し込めてジョイコン、はい、こいつワリオやろこいつ。俺気づいたんですよ、ワリオも同じ手袋の色してたんですよね。またこの服着てるやん、この人かわいいな。靴下新しいな、うん、でいいんか、これどこまで、どういう風に撮ってたっけ前、ちょっと忘れちゃったな。まあいいや、開いたやつは全部入れておけ。ドライブには重要、ドライブの重要な鍵、あー鍵まだ作ってないがな、うん、俺ワイでいけない、待ってましたよ本当によ、もう遊びましたよってなんで、ペダルトイコンとの組み合わせ、これが一番時間かかるトイコンらしいですね。ペダルトイコンっていうのは一部ではなくて別だったよね、そして組み合わせによって動くものっていう概念なんですね、うん、それを知らなかったです。鍵トイコンも必要なんですよね、だからもうフラゲーできねえ、多分今検索してもみんなまだないんじゃない、動画、このゲームの方の攻略動画ってあんまりないんじゃない、ほら、ね、寝る暇も惜しんで作らなあかんぞトイコンを、本当にやるぞ、誰が結婚するの明日、明後日、あーつら、よりによってさ、しかも俺明日はじゃあごめんなさい、結婚じゃなくてオーバークックをやる日なんですよね、それもね本当は昨日やる予定だったんですけど、明日がいいって言われましてバイトに、
それでまたこれがまたあれなんですよ。で、明日はやめとこうつも、明日がいいっていうでさ、なんか延期、まあいいや。まあいいや。鍵トイコンまだ作ってないよ。うん。それではトイコンから作るのだ。早速作る。こんな流れになるの？こんな流れになるんや。へぇ。ちゃんとリンクしてるやん、そこ。右側のフォントあんなんやったっけ？これ鍵取り込んはさ、簡単そうっていうか、その、今までの置き場のやつのすげえバージョンやよね。置き場のやつのすげえバージョン。でも鍵取り込みたいなのすげえたくさん作ったよな、ピアノとか、ネジで。なあ。で、その取り込んが今ガラクタのように積まれてる自分の部屋がもう悲しいわ。もう一回ちゃんと収納ボックスに入れよう。置き場っていうのはね、あのリモコンを支えておくの段ボールあったんですけど、それのことを言ってました。でもこの鍵トイコンぐらいは僕は作ってるはず。ロボットでもすごい3個とか作って、4個 ?2 個作ったし、ピアノでも3個作ったし、家トイコンでも3個ぐらい作ってるから、バラエティキットが結局一番時間かかるんだよね、多分ね。あれ何日かに分けて作ったんかな、俺覚えてねえんやけど。で、そこにトイコンガレージもやってるから、やっぱり俺頑張ったな。ほら、銀賞もらうわ。ずっと人で喋ってるけど大丈夫ね。説明関係ねえけど、これのね、見た目をさ、潰さないように、あ、見た目だけで飽きさせないように、俺のトークでやっていくわけなんですよ。だから、あの、銀賞取ってるんですよ、何回も言うけど。その銀賞が昨日任天堂の公式のホームページに載ってるわけなんですよね。そこを見て僕のチャンネルを知った人がもしかしたらいるかもしれん。そしたらがっかりするかもしれん。小学生部門で出してるから俺の声なんて出てないから。でも、そこのがっかりを抑えるぐらい、あれ、ちょっと面白いこと喋ってんじゃないっていうぐらいはしておかないといけない。うん、リピーターを増やさないといけない。ねえねえ、ちょっとね、あの子供、小学生の部門で出たんですけど、その人の親は俺ではないんですよね。その人の親はに報告したんですよ。そしたら、もっと時間かければ金賞いけたなって言われました。確かに時間かけてなかったんですけど、金賞いけたかな。時間はかけてなかったけど、金賞もすげえの集まってたからな。特に3個目トイレのやつ、なんやあの人面白いな。絶対親ワリオ好きやろっていうね、面白いのいっぱいあるんですよ。今日の26人のうちの1人に入れてよかったけど、あと25人の人と僕は電話番号とかも、あの年賀状とかも交換したいですレベルです。うわ、めっちゃ出た、めっちゃ出た。鍵トイコンがあることによって全てが開かれた。テレレレレレレレンっていうことですか。え、ちょっと待ってよ。で、どうすればいいの俺。おー、違う、ごめん、動画はちょっとごめん、動画が失敗する。あれ、ちょっと待って、どうやって戻れんこれ。ちょっとね、 LR をしただけで入っちゃったんですよ。なんか LR やな、あ、違う、 ZLR だよな。で、あれができたらこっち遊べるようになっていくと。で、こっち的には今12分の3になってるから、作って戻ってきて、この13分の2を出してからこの動画一回終わるから。で、そして秘密の発明室ってあるんですよ。これがトイコンガレージだけど、こっちにさ、ドライブガレージってのあるよね、今回から。これが肝ですよね、今回の。別の操作で、結局コントローラーでできるようになるみたいな、車のゲームが。だから、作り、どっちでやろうか、みたいな話ですよ。本当に。これ、右側の下にあれ、まあいいよ、その説明は。よし、13問解いてこよう。そこまでが今回の動画だ。重要な鍵？うん、やってきます。あれ、これ取ったんだ、こっちか。スロットカーレース。あれ、違うな。鍵、え、ちゃごめん。間違えてる。一回戻る。まあいいや。おー。え、俺やったんか、それ。スロットカーの設定画面参加不詳。それは多分いいんや。それ分かってねんけど、コントローラーがねえ。ねえ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 。そんな4つも、しかも色違いのあのズボンのコスプレ、よう用意した右と左のやつ一緒の色やん。靴下の色変えてるけどさ。真面目な靴下やな、あれ。ユニクロで売ってるやつのやつや。穴開いてねえし。よし、1位でゴールしたぞ。OM も友達は CPU と演奏を楽しんでみてね。まだやらないですけど、OK で、クリアしてなかったじゃない、この鍵のところ。早速作ってみる。あ、そっか、クリアしてるんや。OK。じゃあ一回戻らせてほしいんですけど、どうやって戻れんこれ。早速作る。作ってないんがなったけど、作って戻ってきても早速作るになってるけど、おしまい。
で、ここですよね。オリジナル、発明オリジナルペダルあった。これも教えてくれるんや。だから、だって友達とやるときさ、すごい必要やでさ、コントローラーが、ペダルが。手でやればいいんかな、ギュンって。なんかやることあるな、バイトといっぱい。まあ、空気読みもしなあかんしさ。三つ松さん、漢字のペダルトイコン一個しかないじゃん。言いたいかった。俺も遊んに言いたい。遊んと同じこと言って。それ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 。どうするの？作ると室長どうするの？そこんと足りないものがあるけば作る。すいません。分かってました。ごめんなさい。俺はね、ロボットトイコンも二代目作った男なんですよ。だから、そのぐらいのペダルぐらいな。四つ作れんわ。辛い。トイコンが、え？お前たちにペダルトイコンの仕組みを教えたな。ペダルも車も傾くから。なんか前さ、問題なかったクリアの問題、それをまた出、あ、最後なんかな。なるほどね。ほんでいいや、ほんでいいや、やっぱり。やっぱダメなんやが、引っ掛け問題やったんや。投げかわしっていう読むんや、あれ。雰囲気出ないね。だから自分で作らないといけないということですけど、お、難しいぞ、これ作るの。靴下変えてからやんなかな、俺も。汚い。黄色くなるけど、あそこら辺の段ボールだっけ。お？ん？うん。そうなんや。なるほど。綺麗な手やな。違う、通行の人かな。うん。マジで？それでいけるんや。でもねえけど、スポンジもねえけどさ。なるほどね。オリジナルペダルの方が思ったより簡単でよかったです。後編もあるんですか。こんなにオリジナルペダルさ、作り方あったっけ？ワンの時。ワンじゃねえ。バラエティキットとかロボットキットの時。両面テープでそこに貼っちゃうか。もう取り返す、それつくんかな。バインダーにも申し訳ないでしょ。今日のね、あの、トイコンカレー、じゃ、あれ、お、いいね。本当のっていうか、その、即席ペダルがあればこの60分の工作すらいらんのか。ワンコンも、でもワンコンが一番有利になるんかな、やっぱ綺麗に作った段ボールのやつの方がさ。僕はね、あとポテトチップスの筒を使ってみたよ。これ、ん、何これ、足どこにするの。おお、いいね、リモコンっぽい、かっこいい。なんだこの面白さ。作るとさ、めちゃくちゃびっくりしてるし。はあ、そうなってるんや。知らんかった。もうこれだけで発明やん。こんなんじゃなかったよね、ワンの時の説明って。すげえ。で、最後に実は、でも500円で買えるぞいみたいな番宣あったら、俺ちょっと任天堂疑うやん。疑いませんけど、ちょっと残念な、残念じゃないけど。売ってたら買いたいけど。誰の手しか見てなかったわ。これだけでも手加減が分かりやすいけど、ストッパーをつけると、おー、いいね。もうなんかここまで来ちゃうと、もう一個買って作った方が早いんじゃねえかって思っちゃう。俺の金のあり具合がすごいわ。え、極めつけに輪ゴムの力を利用すれば、これで輪ゴムでこうして戻ると。すげえ皮つんでるし、こっちのトイコンもつけてくれればよかったんちゃうの。まだ行く？まだ行くか。おー、じゃねえって。どんだけアクセルペダルで遊んでるって、本題入ってねえし、まだ。すげえ遊んでるやん、もう。ハンドルのトイコンだけで。ストッパーか。
段ボール1枚あればね、段ボールをねちゃんと大切にしとこう。なるほどね。お芋の発明にも期待しておるぞい。ぞいっていいって言ってないか。すげえ。ん？どうなったんやろ。うわすげえこの3つ。あれ？もうこれでまだ終わりなんや。今のところは。どこなんやろ。どうしたらいいんやろ。スプレーか。スプレーが足りてないからこうなってるんや。どうしたらいい。もう次できること、鍵も見たもんね。見たっけ。見たもんね。だから次これに入っていくんで、車と行こう。行きますか。行きましょうか。でこっちも行きましょうか。その後スプレーこんなとこにあるやん。きつ。まあいいや。どういう単位で取ってってたっけな。バラエティキットの時はピアノトイコンとかごとに取ってってたから、やっぱりこれはアクセルはまあ車の一部として行くのか。どうなんやろ。一旦ここで終了するのか。一旦ここで終了しようか。迷うね。今はここはそうか、鍵スプレーでなってるから一旦終了しようか。わかりました。ありがとうございます。